要点をコンパクトにまとめた聞き流し日本史シリーズ、今回は関英文化と元禄文化です。まずは関英文化は家光の頃の文化です。その時代の政治背景も意識しながら覚えるのがおすすめです。関栄文化は前の時代の安土桃山時代の文化を受け継いでいます。安土桃山の文化といえば有力な大名たちによる豪華で壮大な文化で、それまでの文化に比べると仏教色が薄く新鮮味のある文化でした。爆安体制が定着するにつれて朱子学が発展していきます。 では早速学問から行きます室町時代に五山の禅僧が学んでいた朱子学を中心に儒学が盛んになりました朱子学は君主や父子の区別をしっかりつけることや上下の秩序を重んじる学問だったため序列を重んじて戦国時代の空気を排除することを目的としていた幕府にとっては好都合な思想で受け入れられました京都昌国寺の藤原聖果は原俗をして朱子学を世に広める活動に励みました藤原は家は康に朱子学を ぐらいのすごい人です。 その門人の林羅山は家康に用いられて、以後子孫の林家は幕府に仕える受学者になりました。朱子学の責任者である林家の三代目、林奉公からは、大学の神に命じられて、学問と教育を担当しました。建築では、家康を祀っている日光東照宮をはじめとした霊廟建築が流行し、神社建築には、権限造りが広く用いられました。霊廟建築や、権限造りには、桃山文化の影響で、豪華な装飾彫刻が施されました。 ました一方で書院作りに質素な草案風の茶室を取り入れられたすき家作りが工夫されました代表的な建物は桂離宮後水の天皇の別邸の修学院離宮を暗記絵画では加納派の加納丹友が幕府の専用の絵師になりました専用の絵師のことを御用絵師と言います作品は大徳寺北条襖絵を暗記京都では風神雷神図病部で有名な俵屋宗達が現れました俵屋宗達は土佐派の画法をもとに装飾画に新しい様式を生み出しました俵屋達 や本網公園の様式をもとに元禄期に尾方光輪がリンパという芸術の流派を立ち上げましたリンパの特徴の一つとして血縁集団ではないということが挙げられます例えば可能派は親や兄弟など親類をベースに活動し受け継いでいきましたリンパは血縁ではなく尊敬して模範にするという形で形成された流派ですまた絵画に限らず様々なものを手掛け一言で表すとデザイン造形集団と言えます京都の本網公園は様々な作品を生み出しますがその中でも楽 焼きの茶碗や船橋薪絵すずり箱を暗記秀吉の朝鮮侵略である文禄慶長の駅の時に連れ帰った朝鮮人投稿によって陶磁器生産の技術が伝えられ九州中国地方で陶磁器生産が始まりました有田では磁器が生産されました磁器は陶器に比べると高温で焼かれ強度が高いものです境田家給門の赤絵で書かれた色絵花鳥門深鉢を暗記します文芸面では教訓や道徳を題材にした金同士が出てきましたまた五七五だけの徘徊も出てきましたもと和歌のも 57577を上野区下野区で読み合うレンガというのがありましたがレンガから上野区だけが独立しました京都の松永帝都区の低門徘徊が流行しました次は元禄文化です元禄文化は五代目将軍の綱吉の頃江戸前期の文化です元禄時代は経済が発展していったため富裕層だけでなく一般の町人や地方の商人に至るまで庶民も文化の担い手となっていったことが特徴です元禄文化の特徴は3つ1つ目鎖国の影響により独自の文化が成熟したことです。2つ目 学・学学天文学など学問が重視されたことです3つ目紙の生産出版印刷技術と流通の発展により文化活動が幅広い層に受け入れられたことです。 この時期、大阪、京都である上方で、町人文芸が盛んになります。具体的な作家と作品を紹介します。井原西閣、大阪の町人で、西山宗院に学び、断輪徘徊で注目を集めました。断輪徊は、関営文化で出てきた、定門徘徊からの流れを組んでいます。また、浮世造史という小説のジャンルを確立した人でもあります。浮世造史については、室町時代のおと木造史から、関営文化の金造史、 そして、元禄文化の浮世増しと発展していきました。作品を紹介します。公職一大男、公職五人女。これらは公職者というジャンルで、分かりやすく言えば恋愛を扱っています。武家者の武道伝来記武家義理物語、町人者の日本永代蔵、世間胸残用、 では、松尾芭蕉をきます。松尾芭蕉は、断輪徘徊に対して、昇風徘徊を確立します。昇風徘徊の特徴は、サビ、軽みで示された有限感弱です。作品を紹介します。老いの小踏み 奥の細道門人たちとの徘徊衆の猿見みのでは次は近松門左衛門近松門左衛門は脚本家です義理と人情の板挟みに悩む人々を題材に人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本を書きました作品を列挙します曽根崎真珠メイドの飛脚真珠天の網島これら3つは世話物です世話物では町人の生活を描いています国戦や合戦は時代物です 民の帝政公をモデルにして民を立て直す物語です時代物は武士社会を描くジャンルです 近松門左衛門の作品は竹本義太夫らの語りによって民衆に広まりました竹本義太夫らによる語りは義太夫節という独自スタイルとなって浸透していきました民衆が経済的に豊かになり演劇を見るなどにお金を使えるようになったこの時代では芝居小屋が置かれて歌舞伎が上演されましたこの時期の歌舞伎は男性のみの歌舞伎で野郎歌舞伎です女歌舞伎や若手歌舞伎は幕府によって禁止されて野郎歌舞伎だけが行われました有名な杯 理由も現れます荒事というジャンルで評判になったのは市川團十郎荒事は超人的な登場人物による荒々しく力強い演技が特徴です髪型で恋愛劇の和事で坂田藤十郎が有名となりました男性が女性を演じる小山の代表では吉沢彩がいましたでは元禄文化の学問に行きます江戸幕府は朱子学を爆弾体制の維持のために利用しました朱子学は儒学の一派で他に陽明学派と古学派があります 朱子学は上下関係を重視する大義名分論が基本思想です。朱子学の中には教学と難学があります。教学は藤原聖家から始まります。そして幕府に徴用される臨家の始まりの林羅山子孫の林奉公、家信家継の時代に幕政に参加した荒井白石も教学の流れです。そして難学は土佐で始まり、谷寺中、山崎安西、野中健山らが出ました。特に山崎安西は神道を儒教風味に解釈した水化神道を解きます。 神道で祀られている神様は日本の始まりの神話の登場人物であり天皇家の方々はその神様たちの子孫とされていますそれに儒教の上下関係の思想が加わると開国の時期に話題になる尊王論につながっていきますそして山崎安斎は会津藩の保名正幸に朱子学を教えていますこの朱子学に対して中江東樹門人の熊沢万山は陽明学を研究します陽明学は知公合一という考えを大事にします これは知ることと行いは分離できないという考えで朱子学は理論研究に重きを置きその後に行動という形をとっていたので朱子学に比べると行動重視の姿勢が革新性を持っているとみなされて幕府から警戒されていました余命学においては行動が重視されて幕府に警戒と覚えておきましょうそして古学派です講師・孟子の古典に直接立ち返ろうとする人たちですさらに学派が分かれていきます声楽派の山賀祖 堀川学派、小技派とも言う伊藤仁斎、伊藤仁斎の後を継いだのは尾牛宗来です。尾牛宗来はさらに古文自学派となって政治経済において統治の具体策を解く形成論を扱いました。 おぎゅうは、柳沢義安や、将軍徳川吉宗に用いられて、教法の改革では政治顧問として活躍しました。その弟子の太宰春代は、形成論を発展させて、武士の商業について説きました。平和な江戸時代は、様々な著作物が生み出されました。列挙していきます。大日本史水戸藩によって編纂された歴史書。200年以上かけて書いた神武天皇から五小松天皇までの歴史です。大学枠門、熊沢万山の形成在民論の本です。本庁林羅山 し特殊世論、荒井白石、織田区芝の木、荒井白石、古質、通、荒井白石。以上4つは歴史書です。経済力、太宰春代、自然科学の本草学や農学、医学など実用的な学問も発達します。本草学、大和本草、貝原、駅賢、植物類産、伊能寂水ら、農学、農業全書、宮崎安定、農具、便利論、公益国産校、 大倉長恒和さんこれは測量や商売の取引で発達しました。人工期、吉田光義。人工期によって和さんが民間にも広まりました。発日散歩関高和。天文学、歴学、渋川晴美、安井三鉄とも言いますが、この人は、京都の土見門家に入門し、日本独自の暦である上京歴を作りました。上京歴は中国の樹寺歴をもとに作っています。国文学。国文学は日本古来の文学について研究する分野です。後の国学 にも影響を与えますまず、戸田盲水は和歌に使えない言葉がある制約についての無意味さと俗語を使うことの正当さを解きました。戸田盲水の研究を発展させた慶中は和歌を道徳的に解釈しようとする従来の説を批判して万葉大正記を書きました。北村飢饉は源氏物語や枕の奏主を研究しました。著書は源氏物語古月章を暗記しましょう。外国に関する本を紹介します。新井白石はイタリア人宣教師のシドッチ に尋問して記述した著書があります世界地理について災難威厳海外の事情について西洋新聞海通商工は西川助研これは主に中国とアジアについて書かれた地理の本ですでは次は元禄美術行きます髪型の有力な町人たちが官営文化をより洗練させていきました絵画では3つの流派を抑えます可能派は幕府や大名の お抱え医師となり活躍しました。山和江系統の土佐派。土佐派では土佐三つおきが朝廷のお抱え医師となって活躍します。住吉派は土佐派から分かれた住吉女系、具系親子が幕府のお抱え医師となって活躍しました。作品は具系作の楽中楽外図巻。京都では尾形光琳が官営文化で紹介した俵や宗達の画法を取り入れてリンパを起こしました。尾形光琳の作品を紹介します。紅白倍図屏風。 柿きつばた図屏風。なんとなく、たわらや宗達の風神雷神図屏風に似ています。八橋は絵まきえ、すずり箱。尾形光琳には、尾形健山という弟がおり、弟も芸術家として活躍しました。江戸では、菱川かわが浮世絵の版画をはじめ、美人画や役者などを描き、大人気になります。 作品は見返り美人図を暗記。陶芸では京都の野々村人才が上絵付け法をもとに色絵を完成させました。京焼の祖となります。染め物では宮崎友禅が友禅染めを始めました。庭園も工夫が凝らされて、将軍が大名の屋敷にたびたび訪れたため、大名たちは趣向を凝らした庭園を作りました。陸義園は柳沢義康が綱吉から与えられた屋敷に作った庭園で現存しています。 江戸の小石川の水戸藩邸の後楽園には、主純水が設計にも参加したとされており、主純水の儒教的思想の影響が見られる庭園です。彫刻では円空が円空物を作りました。はい、今日はここまでです。次回は徳川吉宗の政治・教法の改革です。お疲れ様でした。